どうも、めっちゃめっちゃメスです。はい、ということでね、もう、大阪大会、えー、春5回戦、もう、あの、先週というか、まあ、あの、他の観客が入れるということでね、早速行ってまいりました。もう、朝早くに起きて、えー、大阪桐蔭対、えー、大阪電通、もう、これめっちゃ自分、あのね、昨日も言った通りめっちゃ注目しとって、で、その2回戦の、つい今後大阪と正大阪まで、ちょいの半分ぐらいまで見て、ほんでそこからね、あの、行ってきました、あの、大学の、 あの中学校の平方の時の友達の試合に行って、今帰ってきましたっていうのも置いといて、実際に見た感想と、やっぱりこのね、あれを言いたいのはね、やっぱの大阪桐蔭をやっぱ封じ込めるあの力があるピッチャーがもう出てきましたね、正直。今日もだからマジで、なんやろ、一発で、ホームランで2点と、ほんでもあと、試合内容的に、だからヒット数で言っても、あんまり投員、打ててないんですよ、正直。はいあの ほんで、電通も、あの、ほんまに、なやろう、バッティングもめちゃくちゃ4番の子とかマジで、全部捉え取ったし、ほんで、その実際に点数も取ってますし、だからこの、やっぱ結局、東輪国家のはやっぱ、あのー、大阪のチームちゃうんかなっていう印象がとても強かったですね。ほんで、あのー、結構もう、広告とり正社っていう試合も、あの、別のところでやってたんですけど、これもめちゃくちゃ注目しとって、ほんなら実際に、えー、 ね、自分の中では広告いいところまでいい試合するんちゃうかなと思ってたんですけどあの結局やっぱ履正社がもうコールド勝ちってことで広告も力入れてる中で履正社はあのまあ言ったらあの岡田監督っていうもう履正社といえばっていう監督がいたんですけど、えー、それが東洋大姫路に行くっていうことでなんかある一説によるとさらにその選手強化をその選手った生徒募集に力を入れてるっていうことでもう今履正社の選手もえぐいと。 で、何が、で、ほんで、正大坂井。で、金剛坂と正大坂井で、あのー、これはみんなに伝えたいのは、あのー、実際、あの、古川くんっていう、あの、金剛坂の、まあ、甲子園ベスト8のピッチャーですよ、が掘って、もうまあ、まあ、見た感じで言うと、正大坂井、もう、最初の方にももう2点取って、あのほんまにもう、おせおせで、ほんでも、あの、ショートの子とかも、守備もめっちゃ上手いですし、 で、今後大阪がもう弱いとかじゃなくて、もう今回はもう大阪がちょっと強すぎたで。これがマジで大阪のレベルなんですよ。で、他にも、まあ、近代選手もやっぱ着実に、あのー、試合をね、こうす、もうしっかり勝ってますし。で、今の東大阪大学まあ、それはまだ見たいんですけど、やっぱこの大阪のこのレベルっていうのをほんまに甘く見たらあかんなっていうのがありますね。もうマジで、今日だからやっぱ、 前にも言ったんですけど、やっぱこの電通がほんまにここ最近で強くなりすぎてるっていうのが、ほんまにあの最近のもうトレンドですね。もうこれは確実にいる。で、今後大阪がなんで負けたんかなってこう分析した時に、なんか結構打線が正代坂良かったっていう8対0のあの印象ってよりかは、 あの最初見た時のあの左ピッチャー、左ピッチャーなんですよ。ほんで、まぁ、140出るか出えへんかぐらいのピッチャーのまあコントロールといい、安定感といい。ほんちょっと帽子ストレートキャップなんですよ。それ、マジで。で、噂によると、顔も男前っていうことで、この正代栄井のピッチャーが、あの、もう完璧に封じ込めてましたね、今後大阪。まぁ、塁には出るんですけど、まぁ、あ、しっかり抑えてみたいなところ。ちょっと、これ、 ねえ、この上がっていった春もわかんないですし、だから正代酒井といんやったら、もしかしたら今日の感じの大阪同院やったら、もしかしたらちょっと危ないかもしれないですね。はい、もうなんか、なんやろ。確かに同院はも守備とかもえぐいんですよ。やっぱ、ここ一番の、ね、やっぱ勝ち切る能力はえぐいんですけど、でもやっぱこの、一個ミスしとったらほんまに同院ってもう、今日の試合でもまあ、たらればになるんですけど、も負けとったようなシーンもめっちゃ多いんですよ。 だからもうなんやろほんまにツーアウトランナー三塁でもう絶対普通のチームやったらエラーするようなあの前のバウンドとかをうまく合わせてショートが取ったりもうなんやろ。 やっぱ遠いんやなっていう試合進めはできてましたけど、でもその中でもやっぱその崩れきってないあのピッチャーの的場君、もうこれはマジでほんま余裕で注目選手ですね。一気に多分名前バッて出たと思いますし、ほんであの昨日あの144キロとかの腕でまあ結構説明しとったんですけど、あの修正するとスライダーで全部カウントとか稼いでもスライダーでこう立て直していくチームっていう印象がめっちゃ強かったですね。 はい、だからもうちょっとやっぱ楽しみですよ、この。でね、これもう覚えとってほしいです。もうここでも予言しときますわ。今こんなして言ってますけど、あの結局夏出てくるあのね、チームって、あのまだここには大阪あるあるなんですけど、この大阪の春の時点では全然名前売れてないんですよ。えっと、2年前、えっと、自分らの1個下の、あ、自分の1個上の年で言う、えー、大寒とか、あんな春なんか全然聞いたことないんですよ。でも夏あっこまで。 上がってくるほんで自分らの一個下で言ったらあの桜の宮とかが急にバーンって上がってくるほんで結構あるんですよそういうどこでしたっけねなんか普通正大栄も、えー、自分ら一個上の時になんかようわからんあ春日丘っていう、まあ、全然意味わかんないダークホース高校が急に正大栄倒したりほんで言うたらその北野の高校っていうもう大阪で一番頭いい高校あるんですよの左ピッチャーがあの大阪選抜で選ばれて台湾行ってたりほんで140後半。 掘ってきたり、もう大阪はね、ほんま意味やからぐらいね、ちょっと、潜んでるんで、あの、ちょっともうほんまに、なんかもしかしたら更新よりか面白い、このまだ春の大会とかもなるんちゃうんかなっていうのがもうものすごい印象ですね。だからやっぱ今回自分が一番見たいなって思うのは、次当たるんかなわかんないんですよ、その組み合わせ。正大坂た対遠いも見たいですし、もうやっぱ遠い対理性者っていう、まあ、 ほんまに横綱同士の戦いも実際見たいってでもその中で、あのー、正代栄と履正社っていう試合も見たいですし、もうあのその夏になったら、ほんまに、あのーねあのー、大阪電通対履正社とか、大阪電通対正代栄とかも全然見たいですね。で、この混合大阪とかも,もありますし、ほんなら、まあ、まあ、最近はちょっと名前聞かないですけど、我々僕、大阪開成もいますし、ほんで、浪将もありますし、ほんで大、んで大成学園もあります、ほんで、大阪学院も,もありますと。 だからね、ほんまにもう大阪だけはほんまに、あの、美濃学院もありますし、ほんまにレベルが高いっていう、もう印象を改めて受けました。だからほんまにあの、夏、ちょっと期待したいっていうのと、あとはちょっとこの今後大阪の多分、なんか勝手に言いますけど、やっぱ一番の課題はなんかちょっとこう、なんか左 P を作ってほしいような、やっぱあの、古川君はやっぱ、なんか偵察されてしまうと、やっぱ、打たれてしまうというか、 でもまあ正代栄の打線もえぐいんですけどね、もうそのフォアボールで崩れたとかいうピッチャーじゃないんで、もうマジでボッコボコに打ってました、正代栄が。もうそういうチーム、ほんで他にも正代困もある。だからね、このまんま夏、ちょっとみんなちょっと期待して、あのほんまに党員が勝つってもう言い切られへんっていうのが、もう今日の試合で分かったっていうことだけ言いたかったです。それじゃあ、あのね、また次の動画で会いましょう。それじゃあ、お疲れい。